キャンラは、イングランドの戦闘オルバンズに本部を置く消費者、団体である。主に、イギリスのエール、リンゴ酒の販売促進と、伝統的なパブを守る活動をしている。キャンラは1971年に4名の若者によって発足した。発足当時の故障は、ソサエティ・フォー・ザ・プリーセベーション・オブ・ビアーズ・フロム・ザ・ウッドである。あの1973年に、 現在のキャンラに故障を変更している。キャンラロゴーン、エーバータオル1971年に、グラハムリーズ、ビルメラー、マイケル・ハードマン、ジム・マーキンによって設立された消費者団体である。第二次世界大戦後のイギリスのビール市場は、大企業のビール会社が力をつけ、中小ビール工場を買収合併していった。その結果、中小ビール工場の独自の味が失われ、 そして同時にリアルエールビール自体が衰退していった。彼らはこのビール産業の大量生産と均一化に反対し政府や企業に訴えかけた。消費者の権利を守り、そして向上させる質、価値、選択において促進させるパブのコミュニティに焦点を当て、サポートライセンス制度、伝統の保護と可能性を探求。キャンダはワッツブリューイングと呼ばれる月報を出しており、 メンバーになると受け取ることができる。これには、リアルエールを作る、製造所、それを出すパブなどの紹介と批評を見ることができる。それをまとめた、グッドビアガイドと呼ばれるガイドボーンも、毎年出しており、これは会員でなくても購入することができる。グレートブリティッシュビアフェスティバル2004キャンラには、多くの支部が存在し、支部ごとにその地域のリアルエールのためにイベントを、開催している。 多くのイベントは入場時にコップを買えばそのコップで何杯でもビールが飲むことができる。地方で知られていないチビールの促進のためである。そして毎年8月にグレートブリティッシュビアフェスティバルがロンドンで開催されチケットがソールドアウトするなどイギリスではとても人気のイベントとなっている。キャンダーにはパブの保護チームがある。このチームは 現在認識される歴史的及び重要建築であるパブを保護するために設立された。少なくとも第二次世界大戦から30年間は維持されているようなパブの遺産がキャンラによって保護されている。大規模なパブの遺産においては軍ごとに保護されている。2009年6月の時点では289のパブが登録されている。ありがとうございます。